23歳水商売男性です。水商売で約5000万の貯金ができました。水商売上がり手帳を考えています。世間知らずの中卒です。何かアドバイスをお願いします。えっと、変なビジネスやろうともないで、あの、普通に貯金とかインデックスファンドぐらいにして、普通のディスクワークをした方がいいんじゃないかなと思います。えー、ひろきさんこんばんは。現在、まつげサロンで働いているんですが、美容師免許を持ってないのに施術に入っているスタッフがいます。過去入社してから無免許なのを知りました。 えー、松江家は免許が必要ですが、松、ま、江パーマはグレーゾーンらしく、そのスタッフは松パーのみやってます。えー、免許を持っている身からしたら許せません。保健所に連絡したら処罰をしてもらえるんでしょうかこの場合、会社や免許を持ってないスタッフはどのような処罰を受けるのでしょうか会社は営業停止とかになる可能性があるので、なので、あの会社を潰してもいいと思うんだったらやった方がいいと思うんですけど、でも、割とそういうの多いと思いますからね、ダマでやってるみたいな。 えー、プログラミング知識ゼロでも簡易的なクイズやの読み物アプリが作れるという5万円のツールを購入するか迷っています。初心者でもアプリを量産できるし、アニメパロディーとでバズれば広告収入で大きく稼げるそうです。ネットで検索しても口コミ情報が少なく買うか迷っています。今更素人の個人がゲームアプリで稼げるものでしょうかまた詐欺商材を見分ける方法があれば教えていただけるとありがたいです。えっと、それ詐欺商材です。<laughs> あの、 結構簡単なあのアプリって今ノーコードで検索すると多分出てくるんですけど、あの、プログラムをしなくてもある程度のものを作れますよっていうのって、あの、いくらでもあるんですよ。なので、あの、NOCOD でノーコードって書くんですけど、あの、それで検索して、あの、プログラムを書かなくても書けるようなアプリを作ってみてください。一応、あの、無料のやつもありますけど、そのなんか月のサーバー代で300円とか500円とかで使えるやつもあったりするので。 えー、OK、広い働くのがいいなので、固定資産税ほぼ無料の森を買って小さな小屋を建てて、雨水、ソーラー、負けて暮らしています。今はスパチャで生活できています。貯金は1000万です。32歳独身です。人類が労働から解放されるまでしのげるでしょうかいいえ。また労働から解放されるのはあと何年後だと思いますか解放されません。えっと、あの、結局、その、人類って、あの、えー、産業革命以降、 8時間労働をしなくて良くなったはずなんですよ。まあもともとその、あの人間が働かなきゃいけないよねっていう時代があって、で産業革命っていうのがあって、その,あのロボットだったり機械だったりっていうのがいろいろものを作ってくれるものになって、なのであの必要最低限のものっていうのであれば、どんどん効率良くなって労働時間が短くなるはずだったんですよ。 ところがどっこいい、そのなんかエンターテインメントだったり、スポーツだったり、そのなんかグルメだったりっていう、いらんものに対してお金を払ったり、その自分のリソースを使うっていうのは人間をやってしまうので、結果として1日8時間以上働かないと結局お金足りないよねっていう。で、なんか景色がいいとこ住みたいとか、なんかおしゃれな家に住みたいとか。っていうのがあるので、そこら辺の願望を人間がコントロールできるようになるまではずっと労働はし続けるんじゃないかなと思います。 えー、改めて思うんですが、私たちは時代の転換期にいて、歴史の教科書に載るような経験を実際に経験して、これから平和とはを改めて通す瞬間を迎えているんですかね。また、あ、も、どの時代に生まれた人も時代の転換期にいるんですよあの。インターネットが始まった瞬間をちゃんと理解してる人いないんですけど、あれも時代の転換期なんですよね。で、携帯電話をみんなが持つようになる時代っていうのも、あれも時代の転換期なんですけど、あの時代の転換期にいる人たちって、それが転換期だと思ってないんですよ。 っていう感じで、じゃあ今でもそのシステムが AI がいろいろ動かしてるっていうのも割と増えてるんですけど、要はその AI があのコントロールしたものを人間が使ってお金払うっていう状況になってるんですけど、それもある種の転換期なんですけど、それも転換期だと思ってないんですよね。なのであの、どこを転換期だと思うかっていうだけの話なんじゃないかなと思います。えー、っと、えー、ひろひさんこんばんは。専門卒24歳の社会人3年目、ソーツレーナーです。 現在は契約社員で年収200万ほど、また月に休みは1.2回です。休みの日の無給での仕事、時間外労働が当たり前になっています。転職考えてますが、今の職場は紹介で入ったこともあり、迷惑をかけたくないという気持ちがあり、一歩踏み出せないと、辞めさせてもらえるか不安です。辞める際に何を伝えるべきか何かご教授お願いします。えっと、いつか辞めるので、もう辞めたいっすって言えばいいだけだと思います。はい。あの、結局、その、あのどれだけ時間が経とうと、あどれだけ時間がその早かろうが遅かろうが、 あの、ま、紹介で入ったりもやめるんだへえみたいなこと言われるのは必ずそうなので、なのでもうやめると決めた以上はひたすらやめるっていうのでいいんじゃないかなと思いますね。 えー、37歳独身女大卒で現在無職です。新入社員として入社した当時の直属の上司と10年間不りをしてました。二度の中絶をし、金銭的、精神的 DV も受けていたため3年前に別れました。私の健康上の理由で昨年期に退職したのですが、その不り相手が2020年の春に自殺をしていたと元同僚から報告を受けました。えー、私と別れていなければ彼は死ななかったかもしれないと思うと罪悪感が消えません。どうすればいいでしょうかえ えっと、その、2回中絶して、金銭的、精神的 DV を受けてる時点で、あの、あなたは被害者なんですけど、で、別れてなかったとして、生きてようが死んでようが、もう別れたんだから、どうでもよくね要はその、あの、別にこいつと一緒になくていいやって別れました。で、で、その別れた相手っていうのは DV もするような人でしたっていうので、 のなんか死のうが生きようがどうでもいいと思うんですけど、なんでそれに罪悪感を感じるかよくわかんないんですよね。 えー、都内在住の29歳男です。過去に4年付き合い、数年経ってまた復縁して1年ほど付き合っている今年31歳彼女がいます。いずれプロポーズを切り出し、同性も考えて、先先月すれ違いの喧嘩で気持ちが冷めた翌日、妊娠が発覚しました。プロポーズを決心したのですが、冷静に彼女から職場から1年1時間以上かかるのと、彼女自身が妊娠中コロナに患ってしまったりと、計画がうまくが冷めてきています。子供ができたら結婚すべきでしょうかはい。 たまの4年間付き合って、そのなんか、あの揉めて、復元して、揉めて、復元してっていうのは、もうそういう2人なんで、あの子供ができたら子供ができたで、また揉めると思うんですけど、また復元すると思います。はい。えー、ひろゆきさんにスパチャをしたことがある人がどれぐらいいるか知りたいです。アンケートお願いします。アンケートしてもわかんないと思いますよ。 ひろゆきさん、いつも楽しみに見させていただいております。都内勤務、飲食店勤務16年、ピザ職人として仕事をしています。メニュー開発、人材育成等、仕事は充実していますが、独立を考えています。福島第一原発がある場所が地元で今もボランティア活動してますが、まだまだ人が住むには難しい状況です。今後、地方でのお店の開店は難しいでしょうか挙協場によろしくお願いします。と別に地方でのお店の開店自体はできると思いますけど、 ただ、福島第一原発がある場所にわざわざ行って飯を食いたいと思う人って残念ながら少ないんで、商売としてうまくやりたいのであれば他の場所でやった方がいいと思います。ただその福島第一原発がある土地で商売をやることに意味があるんだとご自身が思うのであれば、そこは損をしてでもやるっていう趣味の問題なので、その趣味として生きるのか金儲けをやりたいのかっていう、そこら辺の覚悟を決めた方がいいんじゃないかなと思います。 えー、私に周りの辛い状況に置かれる人が多いのですが、そういう人の話を聞いて自分が辛くなることが多く悩んでいます、えー。頼られているのか分かりませんが、そういう話を聞く機会が多く、聞くことも嫌ではないのですが、そういった話を聞いたとき、自分が辛くならないような方法があれば教えてください、えー。聞かなければいいと切り捨てることもできません。えっと、僕、そういう相談されないタイプなんですよね。あの、全く共感しないのと、お前が悪いんじゃねって言っちゃうんですよね。まあ、あの、表現は違いますけど、今日のアベンマプライムで、 その、えっ、ー、と、お母さんが、えー、耳が聞こえないっていう方の息子さんが、そのスタジオに来るっていうのがあって、で、なんか、あの、こんな苦労をしたり、こういう辛いことがあったんですよっていうのがあったんですけど、それ別に、あなたの考え方の問題で、大したこと起きてなくねっていう話をしたんですよ。僕から見たらね。いや、そのなんか、あの、手話をしてると、なんかその、周りの人が、 あの手話をしてる人がおかしいっていうのをその友達が言ってくるみたいなのって、え、それ友達がおかしいのであって、別にあなたたちはおかしくないですよっていうだけなんですよ。だかその周りのその手話をしてる人たちをバカだと思うとか、おかしなことをしてるっていう人たちが、いやいや、お前間違ってるよっていう話なんですけど、それをなんか、自分が悪いんだとか、耳が聞こえない母親が悪いんだっていうふうに考えてしまうっていうのを、泣きながらおっしゃってたんですよ。 でまあ、多分共感する側のタイプの人だと辛いことあったよねーって言うと思うんですけどいやそれあなたの考え方が間違ってますよって僕は思うんですよなので正直に言ったらあのだいぶ微妙な空気になったっていうはい、日でした今日はえたびたび俺のしょうもない転売にしょうもない転売に回答してくれてありがとうな広いカードが売れなくなったら終わりでてたけど転売なんて目先のお金に飛びつくものがやってる長期化もつ えー長、長期性がないものというのは、重々承知してるぜ。俺は2年間って期限決めてるからいいけど、あと、転売で稼いだお金が20万超いそうなんだけど、どうしよう。口座振り込みをしなければ税務署にばれない。あと、こういうのって情報調査で紙に売れたりする。転売で在庫の状況とかで需要とでなが上るから FX とか紙みたいで面白いよ。えっと、ま、一応20万超えると、雑収入ってことで税務署に申告しなきゃいけないんですけど、ただ、あの、仕入れと、そこの、あの、では、仕入れにかかったりだっての引けたりするので、ちゃんと確定申告すると別に、あの、税金払わなくていいよってなる場合もあるので、 なので、あの、きちんと確定申告した方がいいと思います。あの、結局、後でその、どっかのサイトとか使ってる場合って必ず金額バレるので、そうするとあの、税務署が来て、金払えやってなるんで。 えー、27歳女でせっかく業1年勤めてましたが、精神疾患を患い、あさって診断書と一緒でしばらく休職しようとしています。そこでその期間中に転職をしようかなと考えています。今の仕事はもう前は5年後程度無職でしたが、えー、国家資格っこ歯科衛生士を持っています。しかし家族の経済的利用のために国家資格を活かせるところに転職を行っています。社会人経験は少ないのですが、この考えは無謀でしょうか別に歯科衛生士で普通に暮らせばいいんじゃないですか えっと、まず、なんで歯科衛生士を持ってるにもかかわらず接客業やってるのかとかよくわかんないですけど、で、まあ、金を稼げる仕事で歯科衛生士でいいじゃんとしか思わないので、歯科衛生士で頑張ってください。 えー、介護職のものです。先日、40代女性、役職を持ち、既婚と暴力雑多がある男性、20代独身の不倫が書くまた男性は女性より上の役職に暴言を吐き、女性が男性の四国を隠蔽し、タイムカード打刻があり、出勤停止になっています。この問題を2年間黙認していた上司もあり、職場崩壊が起こっています。女性側の役職がある同期たちが、この受験に辞める噂も立っており、人員不足により閉鎖しているフラーもあるんですが、新しい建物を建っていたりと矛盾が生まれていて、職員の不満が強いです。 何かお言葉をください。うん、まあ、その、介護系って割とその人数、結構その、あの、良いことをしているというのがあったりして、なので、あの、きっとこの人たちは悪いことをしないだろうとか、その社会のために良いことをしてるから給料上がらなくてもしょうがないよね、みたいなのがあったりして、あの、搾取しやすいんですよね。 なので、結局、その、あの、搾取が割とあったりとか、その、まあ、なんかあの、男女の関係がいろいろあったりとか、っていうのもあったりするので、僕はあの、介護職自体は、なんか、あの、まあ、あんまりそのまともじゃないところもあるので、やべえところはさっさとやめて、あの、まともなところに、あの、転職した方がいいんじゃないかなと思います。はい。え、はじめまして、現在都市のマックで居酒屋のキャッチの企業に勤めてます。キャッチって企業があるんだ。 えー、ここ数年で世の中の人々に偏見を持たれています。しかし、事要もあります。店舗の前で区役所の雇われの客引き防犯部隊という人々が常駐していて、スピーカーで僕がクりだのまとも虫じゃないんだな、あることないことを大きな音で流されて、店の売り上げが下がっている状況です。企業としてはタイミングで違う業務をしようとしていますが、現在店前に常駐されて営業妨害されているのはひろきさんどう思いますかえっと、豊島区だと条例でキャあのキャッチが違法だと思うので、あの、 多分、ピーマンさんは自分がやってることが正しいと思い込みたいんだと思いますけど、いくら売上が下がったとしても、キャッチを使うのは違法なので、違法行為です。なので、あの、違法行為をしないと売上が上がらないという時点で、やっぱりそれは、その、その店舗、まあ、居酒屋的な店が営業努力が足りないということなので、さっさと合法な仕事に行った方がいいんじゃないかなと思いますけど。 え、初スパチャします。氷河期世代の非正規雇用です。えー、今年度で雇い止めの通知が来ました。バブル世代のコネ入職の主婦は更新、入職の主婦は更新です。えー、PC スキルは印刷と遅いタイミング入力のみ。働いた経験スキル資格なし、私過去後輩の非正規が褒められると業務中にブリッコの大声をおしゃべりで妨害集中できません。スキルアップに励んでもコネには勝てません。えー、今後は蹴落とすと妨害のスキルを見つけた方がいいでしょうか。死ぬことばかり考えています。えっと、妨害スキルって役に立たないので、あの、自分のスキルを作ってください。 で、えっ、ー、と、こう、PC スキルで、えっ、ー、と、印刷と、PC スキルの印刷がわかんないですけど、印刷って、その、印刷ボタンを押すってことですかあの、それは多分スキルではないんですけど、なので、一応、あの、世間的にスキルっていうのでわかりやすいので、あの、簿記の勉強をしてみるといいんじゃないかなと思います。あ、岩井社長って会社一度も潰してないんだ。あ、で、何元々塾講師だなのの人。あ、だからか。 わかんない人に教えるのうまいんだよね。へえ。あそういうことなのあすごい、なんかコメントの人、詳しいっすね、えー。36歳無能です。ひろさんの言う通りにうつ病で休職した後退職、失業手当をもらい、食欲訓練会を2年間無職期間を負けしましたが、お金がなくなり、就職しようとしましたが、何のスキルもないために受かりません。この状態で何をすればいいのですか生活保護以外で、えー。ちなみにプログラミングは挫折済みです。挫折済みです えっと、生活保護でさっさと諦めてください。あの、36歳無能のくせに何かスキルもない状態で俺は生活保護をもらわないで働くことが可能なんだって思い込んでたりとか、あの、無職のくせに2440円を他人に払うとか、そんな金あなたにはないはずです。いや、もちろんあの僕がもらっていて言うのもなんなんですけど、そういうあの、スキルもなくて金もなくて無職のくせに他人にお金を払ってるような人が、 働けると思える方が間違いなので、さっさと生活保護を取ってください。えー、定学歴で職歴も資格もあまりない50代です。これからすぐにはどうしたらいいでしょうか発達障害で無能のコミュ障です。えっと、あの生活保護っていうあの便利な制度がありまして、 あの、まあ、例えば、あの、東京都とかに住むと、あの、働けませんって言って、あの、ハローワークとか行って面接断られたりするとやっぱ働けなかったですって言うと、まあ、家賃分で最高6万円ぐらいと、生活費であの、5万円、6万円ぐらいで、まあ、月12、3万円ぐらいもらえるんですよ。で、一回それもらえると、あと働かなくても一生もらえるんですよ。で、あの、今までご苦労されたと思うんですけど、あの、もう一生働かなくていいっていう権利を、あなたはもらえるパスポートが、 あと一歩なんですよ。まず、無能である。働けない。頭が悪い。で、頭がいいとか、何らかがスキルがあるってなると、いや、あなた働けるじゃないですか、と言われちゃうんですよ。で、なんか面接行ったら受かっちゃって、なんか労働をさせられちゃうんですよ。でも、あの、おかげさまであなた頭も悪いし、スキルもなし、50代だから肉体労働もできないじゃないですか。そうすると、まず受からないので、生活保護取り放題なんですよ。 なので、あの、今の状況をすごく自分は運がいいと思って、生活保護もらってください。えー、B2B サービスでの企業を考えてます。自己資金で足りない分を親から借りるか、政策金融庫から借りるか考えてるんですが、どちらがいいと思いますかえー、また、ゆるくさん、大企業がスタートアップを支援するアクセラレータープログラムみたいなのはどう思いますか興味があるのですが、美味しいところ大企業に持ってれるのではないかという懸念があります。えっと、結構、あの、大企業の人たちって、あの、いい人が多いんですよね。 要はその大企業のブランドが傷つくとまずいので、変な揉め方をあんまりしようとしないんですよ。なので、あの株をある程度持っておいてもらって、で、あの、ただ、あの、何か自分が追い出されるときには、あの、退職金として1億円払うみたいな契約書をこっそり作っといてください。 今そのゴールデンパラシュートみたいな言われるんですけど、今その自分、その大企業からお金もらった場合、じゃあ株は大企業がなんか51%持ちますみたいな時に、でも辞めた場合の退職金1億円みたいな契約書をこっそり作っちゃったりすると、じゃあ大企業が追い出しってやった時に、はい1億円ゲットみたいになったりするので、そうなるとじゃあ追い出せないよねみたいな感じで、ある程度ブロックすることって可能なんですよね。 で、あの、無理やり違法な形で大企業が悪さをすることってあんまりなくて、結構事業がうまくいくんだったら、じゃあどうぞやってくださいってなるんですよ。要は、そこで例えば出資した会社に、と対立した場合って、そう、対立を起こしたっていうトラブルを起こしたやつだっていう形で、その会社の中で評価が下がる場合があるんですよ。で、本来出資が決まったっていう時点で、出資を決めた人の顔に泥を塗ることにもあるんですよ。 でその出資した会社の、出資を判断した人の顔に泥も塗るし、揉め事を起こしたっていうことで、その出資してる会社をハンドリングする能力がないやつってみなされるので、だって大企業からの株って、あんまりもう、そのトラブルにならない可能性が高いんですよね。まあ、もちろん、あの、野村なんとか証券みたいな、あの、ガチガチ追い詰めるぜみたいなが、あの大企業が、まあ、あったりなかったりするらしいんで、僕はわかんないんですけど、とはいえ、あの、まあ、あの、日本のメーカー系は結構いい人が多いんじゃないかなと思うさ なのであの親から借りるとあの親の金が減ってあの将来大変みたいになるかもしれないので他人から借りれるんだったら他人から借りた方がいいんじゃないかなと思います。あのまあえっと制作金融公庫って確か踏み倒しても大丈夫ですよね。えー、親戚のうちから300万ほどの価値が見込める金貨をもらいました。 えー、枚数が結構あるので、数年かけながら現金に換金していこうと考えています。このやり方の場合、贈与税などの問題がありますか無知なのでご教授ください。えっと、あの、毎年60万ずつもらったって言い張ればいいだけなので、あの、こっそりやれば大丈夫です。で、こっそりやってると、あの、そもそも税務署にばれない可能性があるので、ただ1年で全部買えるってうのはやめたください。要は1箇所で買いちゃった場合に、その、あの要は、金貨をじゃあ、そのなんかあの、こう買取屋さんとかに買ってもらった場合に、あ、この人に300万円払いましたよ、みたいなのを、税務署に渡しちゃったりする場合があるんですよ。 普通の税務署が、あの、あなた300万円現金でこれもらいましたよね、みたいになっちゃうので、一箇所のお店で、あの、売る場合は60万以下にして、で、1年に1回60万っていう、あれ60万だよね、増用税。110万だっけまあ、そこの増用税の上限以下で、あの、売るようにしてください。 えー、国公立文系大学院生です。想像していた以上に研究が忙しい中で就活も行ってますが、精神的にもしんどく両方がうまくいってません。学部内の日本人は二人しかおらず、もう一人も同じように悩んでますが、他に相談しても状況を理解してくれる人がいません。何のかアドバイスをください。だらだらやればいいんじゃないですか頑張る必要ないと思いますよ。あの別に首になることはないので、自分のペースでだらだらやってください。 あのまあ、その研究をして暮らしていきたいっていうので、多分やってるところと就活の両方だと思うんですけど、あの普通だったら研究だけでいいのに、就活の両方もやらなきゃいけないので、負担があるのは当然だと思うので、なので、自分のペースで自分の体力っていうのをちゃんと把握して、できる範囲でやるっていうのをやってください。あれ、110万ですか、贈与税。じゃ110万まで売ってください。 えー、先日一人でカラオケをしてました。酔っ払った若者が自分の部屋に間違って入ってきました。えー、文句を言ったら胸ぐらを掴んできました。ムカついたので救急車を要請して、打撲の診断を受けて被害届を警察にしました。ところがじっぴり3万ぐらい払っており、相手からどうやって治療費払ってもらえばいいか分からなく困っています。えー、自分は全く手を出しないのに、相手はお前の対応が悪いから取り合ってくれません。えー、良い対応方法をご一応お願いします。えっと、警察の方でどう進んでるのかっていうのを、あの、聞いて、警察の方で傷害事件としてちゃんと進めるようにしてください。 傷害事件で話が進んでいくとあの相手の方が刑事事件になるのが嫌なので和解をしたいっていう方向になるんですよ。 その刑事事件って、和解が済んでる場合は立件しませんっていうのがあるんですけど、和解が済んでないんだったら立件しますよっていうパターンがあるので、なので民事で進めるのではなく、あくまで刑事事件の方を進むようにして、で、刑事事件で立件させたく、されたくないから和解する。そのために医者料20万円払いますみたいな構造にした方がいいので、なので、あの、刑事事件の方がちゃんと進めるようにっていうので、ちょっと警察の人にどういう証拠が必要なのかとか、あの、捜査の方どうなってますかみたいな感じで確認してみてください。 26歳、IT 企業詰めの無能です。夜遅くまでの残業と休日出勤が続き、最近、通年痛がして仕事中にはダウンをらず、体が脅かすように動かないことが多々あります。休めば作業が遅れて、また残業、休日出勤なので、平日は休まずないで当たらますが、仕事を進める気力が湧いてきません。これって休職した方がいいのでしょうかえっと、休職する必要なくて、あの、8時間ロードで帰ってください、家に。 あの、8時間労働で作業が溜まったとしても、平日8時間だけ働くようにしてください。で、それ以上働けという命令をする人がいたりとか、そういうメールがあったりとか、じゃあスラックで言われた場合は、それを全部記録して、労働基準監督署に行ってください。で、さらに今体調が悪い状況なので、それで残業をしました。で、その後に、 じゃあ、あの、なんか、カウンセリングに行きましたってなると、あ、これ心の病気ですね、みたいになると、断ったにもかかわらず強制的に、えー、残業をやらされたっていうことで、労働基準監督署に文句を言うと、労働基準監督署の人が、いやいや、あなたその会社まずいでしょうって会社を怒ってくれるので、結果としていっぱいお金をもらえる場合があるので、なので、あの無理して働くっていうのはやめるのと、あと残業しろっていう証拠だったり残すようにしてください。 ね、コメントでそれは嘘でしょう。まず配信見れてるやん。その時間寝てくださいってあるので今すぐ寝てください。<laughs> もう深夜2時だよね。<laughs> おウクライナ避難勧告出たのえ、アメリカ人に対する避難勧告はちょっと前からでしたけど、ウクライナ人に対しての避難勧告は出たのかな？ えっと、はじめまして、ひろゆきさん。まず、軽い自己紹介として、僕のスペッカー23歳、高卒学校、大学中退、フリーターです。資格等はないですが、将来の夢はイタイタイ、イタリア移住なんですが、語学勉強をやれば身につくので頑張りますが、その夢を叶えるために僕が一番懸念してるのは経済面です。効率的に稼ぐのは具体的なのはしめるともいいですかこの場足らずの質問な気がしますが、お願いします。えっと、あの、近所の寿司屋で、あの、従業員募集してるとか働いてください。 あの寿司屋のスキルさえあれば、基本的には先進国どこでも働けると思ってください。で、語学は何とでもなります。ま、ああの、さすがにその寿司屋全くない先進国とか、まあ、あるかもしれないですけど、うん、基本寿司屋スキルがあると結構、あの、就職容易なんですよね。えー、公務員、えー、これ、録画なんですかはい、録画です。 えー、ウクライナのの外国人部隊の傭兵って儲かかますかウクライナって外国人の傭兵いるんだ。えーえー、公務員1年目の26歳で少し周りから評価をもらえるようになってから周りの態度が変わり毎日同士の重箱を隅をつとくようなことで嫌味だと言われます、えー、係長が主管業務の監査本番に勇きを取り監査本番に自分の仕事そっちのけでやった自分は監査の段取りが悪いと準備が悪いと課長に怒られました。 え正直納得いってません。どうしたら今の状況変えられるでしょうかもしくは私が悪いのでしょうかえっと、あの、あなたが悪いのではないんですけど、人が良すぎるのが多分、あの、付け入れられる原因だと思います。要は、あの、課長に怒られた瞬間に逆切りしてください。 いや、それ係長がやることでしょうなんで係長に言わないで僕にやってるんですかおかしくないですか今すぐ係長を呼んでくるのでそれを言ってくださいって言って、係長を呼んできて、あの、課長の前に連れてきて、ファイって言って、係長と課長で文句言われるようにしてください。だって自分のやってるべき仕事じゃないのに、それを手伝って文句言ってるのって多分課長は係長に言いづらいんだと思うんですよ。 で、その、じゃあ、係長に言えないっていうののストレスを課長は多分、その、たくみさんにぶつけてるんですけど、たくみさんは多分いい人だから受け止めちゃってるんですけど、要は、係長に言えないんだったら、でも言えないんでしょじゃあ言えよ。でもお前の仕事これなんだからっていうので、あの、いい人でやる必要ないので、なんか係長を連れてくる方がいいんじゃないかなと思います。 えー、10年目くらいの外科医です。10年間病院に缶詰で、初期研修終了後は長期休暇も一度も取らずに必死で働いてました。えー、4月から転勤のために今は少し暇があります。これまでの医者人生を振り返ってみると、鮮明に覚えてるのは嫌な感くばかりで、えー、人のために働くことに肝を覚えてしまいました。このままモチベーションがなくなってしまいます <laughs>。そうです。助けてひろゆき。えっとですね。 あの、人って、あの、良いことを覚えるタイプの人と、嫌なことを覚えるタイプの人の2種類がいるんですよ。で、あの、日本人って嫌なことを覚えるタイプの、あの、記憶力の人が多いんですよね。で、多分、あの、医学部ですごく頭のいい方だと思うんですけど、あの、日本で頭のいい人って記憶力のいい人を指すことが多くて、で、記憶力のいい人って、大体嫌なことを覚えてる 人の方が記憶力良かったりするんですよ。なので、そういう意味で、あの、本当にその、あの、嫌なことばっかりだよね、思い出すとってなると思うんで、あの、まあ、きついとは思うんですけど、ただ、あの、えっと、物理的に多分、感謝の手紙とか、あの、花とか、多分、お土産とかもらってると思うんですよね。そう、なんか、あの、助けてもらってありがとうございますって書いてる子供の手紙だったりとか。 なので、あの、いいことを覚えるっていうのが苦手な人だと思うんで、あの、感謝された時のものをちゃんと、あの、保存するようにしてください。なんか、あの、手紙とか、うぜーとか思っても、じゃあ写真撮って手紙しててもいいんですけど、なので、あの、お医者さんである限り、人に必ず感謝されてる仕事だと思うんですよね。僕、基本は、お医者さんには感謝を伝えるようにしてますし、日本の人って、その、外科医で助かった場合って、手術ってやっぱり必ず何パーか死ぬ危険があるんですよね。 その、まあ、外科手術って、これ全然安全ですよってやつでも、やっぱり、あの数、数パーセント人は死ぬんですよ。外科医の最中に麻酔がやらかしたとか。でもなんか無事に終わらしたっていうのをずっと10年間やってきた人だと思うので、なので、あの、多分手術終わった後にありがとうございますって絶対言われてると思うんですよね。で、なんかあの、割と日本って感謝の気持ちでなんかいろいろ持ってきたり、なんか、あの、じゃあ、地元のなんかパイナップルですとか、なんかまんじゅうですとか持ってきてる人いると思うので、 感謝された時にそれを記録に残すっていう習慣をしてでその感謝されたアルバムみたいなのを作ってでなんか俺って本当嫌な患者ばっかり見てきたよねって思う時にあでもこういう感謝する人がいたよねっていうそういうなんかあの自分の悪い記憶と戦えるための記録っていうのをちゃんとこう残し続けた方がいいんじゃないかなと思います。はい だから、その、必死にね、ずっと働いてきたお医者さんっていうのは、あの、今後もちゃんとその医療業界に残っていただいた方がいいと思うので、はい。なので、頑張ってください。えー、42歳女、循看護師、企業士、ビジネスマンをターゲットに早朝からの立ち飲み会を描きたいが、恥ずかしながら貯金はほぼなし、資金集めにクラウドファンディングが一つのものかで何か躊躇しています。えー、地道に貯金するしかないのでしょうか、ご用意してあげると幸いです。 えっと、あの、すでにオープンしてるカフェに行って、立ち上カフェやりたいです。で、その間、あの、営業中の売り上げの何パーセンを払いますっていうので、あの、店舗を持ってるお店に相談してみてください。あの、今、ゴーストレストランって言われるやつが結構流行っていて、あの、既存のレストランで、その昼間運営してません。夜しかやってませんみたいなところが、じゃあ昼キッチン貸してください。で、その間昼だけデリバリーのなんかラーメンやりますみたいな。 っていう形でその営業するっていうのがあったりするので、なので、あの、早朝空いてない居酒屋とかっていうので、個人経営みたいなのがあると思うので、そこに相談して、あの、早朝開けさせてくださいっていうのをやればいいんじゃないでしょうか。 えー、キットカットについて質問です。ウェハースでチョコレートを挟むことで手を汚さずに食べることができるのに、わざわざその周りのチョコレートで包んで手を汚すようになっているのは本来の、本末転倒な気がするのですが、美味しいので私もついつい買ってしまいます。どうすればそのような斬新なアイデアが生まれるでしょうかひるきさんのアイデア発想時をご覧ください。関係ありませんが、私は中学生の時友達の携帯電話で授業中にご生配信して怒られてしまいました。関係ないですね。えっと、あの、岡田敏夫さんが、 漫画のアイディア発想の作り方っていうのをやってて、で、それの切り抜きを見たんですよね。なんだっけな。ワンピースを題材にして、売れる少女漫画を描くっていう企画だったんですよね。で、ワンピース、確かワンピースだったと思うんですけど、ワンピースってどういうストーリーですかキャラクターはこうですよね。で、デスノートか。あ、そう、デスノートだ。で、デスノートの主人公は男なので、じゃあまずこれを女の子にしますと。で、デスノートは死ぬだと、 やっぱ怖いから、なので死ぬではなく恋に落ちるキューピッドみたいなのにしようと。っていうので、一つ一つの設定を全部少女漫画向けに変えていくっていうのを、その、あの、まあ、アドリブでバーッと説明するっていうのをやったんですけど、結果として元のデスノートのネをネタにしたとわからないような面白そうな少女漫画の話になるんですよ。っていうのがあって、発想って実はずらしだったりするんですよね。 なので、あの、岡田敏夫さんの切り抜き、あの、調べてみてください。コメントでもいっぱいあると思うので。はい。ラブテレフォン。あ、そうそう、ラブテレフォン。で、ね、そのデスノートって名前だとよくないから、なんかノートを電話にしてラブテレフォンにしようみたいな。っていうやつ。多分、ラブテレフォンを岡田都夫で検索すると、切り抜き引っかかるんじゃないかなと思いますけど。デブノート。<laughs> 岡田さんね。また太ったからね。あそうね。あの、名前書かれた人がみんな太るっていうね。あ、岡田敏夫さんも自分で自分の名前書いて太っちゃったのかな。はい。 え、影響力がある中でたくさん答えて,きてありがとうございました。参考にさせていただいた1000万円が増れたらハッピーなくなったら仕方ないと割り切りながらやっています。え、毎日家事をしながらお家にいる主婦生活ですが、客さんの YouTube をしてから家事がとても大事で、そうらお気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。いえいえいえ、ありがとうございます。 えー、賃貸仲介の不動産会社、各個従業員10人を経営しています。え、元々私自身も営業しており、その分の利益になり、相乗効果もあり、従業員も売上ができたのですが、えー、管理職者からの希望もあり、代表の私が営業費現場に向かなくなり、新人を増やした後、毎月の売上が下がり、人件費が増えたため、えー、数ヶ月毎月2、300万なんかしか出ています。えー、このままでは資金が持たないので、会社の縮小したいのですが、アドバイスいただけると幸いです。えー、小規模で代表が現場に行かなくなると悪くなるものでしょうか。はい。 あの、結局その営業って個人技だったりするので、あの、人を雇ったからうまくいくわけではなくて、あの、本当に優秀な営業だけで回した方がうまくいくっていうパターンがあったりするんですよね。なので、あの、平八さんは結局その、あの、自分自身が売った方が儲かる会社っていうタイプのスキルの才能だったりするので、なので、あの、無能を雇ってもしょうがないので、さっさと首にして、あの、元の自分が売って儲かる会社に戻した方がいいと思います。早ければ早い方でいいと思いますよ。 えー、30代半ば ADHD、超神経質で仕事も何も長続きせず、今はフリーターで YouTuber を目指してますが、心折れそうです。人と仕事をするとき気を使うので、一人でできる YouTube になりたいのですが、それもなかなかの合い込んでます。えー、心を折れずに YouTube を続ける方法ありますかありません。えっと別、別に儲かんなくても続けたいんだったら続けられると思うんですけど、あの、YouTube でなんとなく儲けたいです。一人でずっと喋ってるだけで儲けないようになりたいですっていう人って死ぬほどいるんですよ。 で、大体そういう人って儲かってません。なので、あの、自分がもうすでにやること自体が苦痛なのであれば、その要は、苦痛じゃなかったら毎日ずっとやり続けて、1年後ぐらいにうまく当たるパターンがあるんですけど、その1回1回が苦痛っていう人だと、別に毎日楽しいですずっとやり続けて回すって人に勝てるわけなんですよ。なので、あの、苦痛な状態で続けたとしても儲かる可能性低いので、さっさと諦めた方がいいと思います。人間には向き不向きというのがあるので。 えー、中一男子です。今日学校でクラスメイト一人の靴がなくなる事件がありました。えー、すると帰りのホームルームでやった奴が名乗り出るまで終わらないと言い出し、1時間待たされました。結局誰も名乗り出ず、超無駄な時間を過ごさめになり、塾にも遅れていくことになりました。こんな時ってどうしたらいいんですかえっとね、その先生的にはね、解決方法が思いつかなかったんですよ。<laughs> <laughs> なので、あの、名乗り出ると、あの、なんとかなるかなと思ってやり続けたんだけど、1時間経って、マジで名乗り出ないから、もうどうしようもねえわ、っていうなと思うので、あの、多分ね、先生が信用されてないのが良くないんですけど、で、このパターンに仮に僕がなったとして、やる手段として、要はその、犯人見つかりませんでした、1時間経ちました、って言って、あの、要は生徒がムカついて終わるじゃないですか。 なので、多分、先生のこと嫌いになるし、先生のこと信用しなくなったと思うんですよ。で、このパターン僕やったとしたら、1時間経ったのに、分かったと。もう言いたくない気持ち分かったので、あの、みんな顔伏せてって言って、みんな生徒顔を伏せさせるんですよ。で、伏せさせて、もうあの、犯人だと分かったとしても、もう咎めないと。ただ、あの、両親があるのかどうか確認したいと。なので、みんな顔を伏せた状態で、犯人のやつだけ顔、その、手を上げろと。って言って、 で、あの、ま、みんな顔伏せてるじゃないですか。で、30秒ぐらいだって、はい、じゃあみんな顔上げてっていうので、その、犯人は分かったけど、僕は犯人言わないって言ったし、咎めないって言ったので、なので、誰が犯人とは言いません。 って言って、あ、犯人は一応出たんだなっていうふうに、みんなが誤解する形にします。多分、あの、顔せさせても手を挙げないんですよ、誰も。ただ、なんか手上げて、その1時間頑張った結果、犯人が分かったよねっていう空気感になるじゃないですか。それで、その先生に対する信頼を失わないし、あの、あいつマジ無能だよねと思われないっていう、そういう手を使うんじゃないかなと思います。 えー、コンサルバックオフィスで社員が使える資料の5時、レイアウトの綺麗化をする社内サービスを1年以上提供してますが、なかなか利用数が伸びません。えー、プロモーションしてもいます。一つ響きません。どうしたら使えるような、使えてもらえるようになりますか、えー、サービスを叩くべきでしょうかひろゆきさんならどうしますかえっ、ー、と、多分その、あの、構成の仕事だと思うんですけど、レイアウトの、えっ、ー、と、多分あの、ちゃんと広まってないので、 あの、そんなに Web デザインとかがきちんとうまくいってない会社とかに、あの、こういう事例ありますよって言って、これ3万円でやりますみたいな形で、バンバン営業する方がいいんじゃないですかね。多分その、自分の Web サイトうまくいってないよねと思ってる会社ってそれなりにあると思うので、なので、あの、営業すると引っかかるんじゃないかなと思います。なので、あの、その、プロモーションっていうのでお金を払ってやってると思うんですけど、もういけてない Web サイトのところにひたすらメールを送り続けるっていうので、あの、人力で頑張るといいんじゃないかなと思います。 はじ、えー、めまして、37歳、建設会社の勤務の者です。えー、来年長男が大学受験なのですが、本人は特に何かやりたいことがあるわけでもなく、大学にはなんとなく行くって言ってるくらいです。えー、自分は中卒なので、とんも苦労しました。就職の幅が広がるので、大学は行っておいてほしいと思うんですが、とりあえず入れる大学は何か、専門学校どちらがいいでしょうか。えー、学力は普通でトップ大学に行ける頭もありません。専門学校に行ったとしても、扱いとしては高卒と一緒です。なので、不乱でもいいので、大学に行った方がいいと思います。 え、社会人2年目26歳です。副業で YouTube コンサル業をしており、自分のチャンネルを含めて毎月数百万の利益があります。えー、将来、えっ、ー、と、オーストラリアかカナダに移住したいと思っていて、今の年齢ならワーホルを利用して就職と永住権を目指すか、大学に入りますか、モスか、他の方法で何か移住の可能性が高い方法あるでしょうか。えっと、ワーホル確か30までしかできないので、大学入り直したとしても30過ぎちゃうんで、 もうさっさと移住しちゃった方がいいですよ。まあコロナの問題もありますけど、あのコロナ終わった後にワーホリでサクッと行っちゃった方がいいと思います。で、別にあの今の本業を辞めても全然食っていけると思うので、そのカナダとオーストラリアに行きながら今の副業を本業のようにして暮らすっていうので外国を覚えるようにしちゃったらいいんじゃないかなと思います。で、お金もあるので起業しちゃえばいいんじゃないですか、あっちで。 26歳フリーター男、偏差値70都内新学校、かっこ理系、偏差値70都内進私学、文系、大学集大療養、かっこ幼少期からの家庭のストレスと親の不幸による接神疾患から回復してワゴン行って、一人暮らしのフリーターナウト。最近幼少期から家庭問題がかけし自由になりました。 えー、今更年功序列サラリーマンだ、えっ、ー、と、年功序列のサラリーマンになりたいと思いません。えー、アメリカかカナダの大学院へ出会いと能力を得に行こうと思っています。ワクワクする言葉をください。えっ、ー、と、また26歳で、まあ、勉強できるんだったら全然問題ないと思うので、とりあえずあの、トフルを受けるところから始めてみてください。 あのそのまああの人間関係がうまくいかない場合ってその周りの環境の問題もあったりするのでなのであのさっさと外国に行って全然会いません連絡も取れませんという形になると結構いろいろスムーズになったりする場合ありますよはい七歳の娘4歳の頃から些細なことでキレてきます無視すると聞いてるのバカだの押してきたり叩いてきたりすごく毎日パラーを受けています対処法があれば教えてください扱いにくく毎日が終わっとるですえっと無視しないであげてください。 あの、結局その、相手をしてほしいっていう需要に対して、その、それが受け入れられないので、どうしていいかわからないので、叩くだったり、物を壊すだったり、切れるっていう形で、で、それをやると注目してもらえるんですよ。怒られるも含めてね。あの、結局その、あの、怒られるも含めて、自分に注意を向けたいっていうのを、割と子供とか、大人でもそれ持つ人いるんですよね。要はその、あの、なんか、 相手に対して嫌がらせをしてでも構ってもらおうとするみたいな。なので、その怒られるっていうのも含めて、その構ってもらおうとするっていうのになっちゃってるので、なので、あの、無視すると結局エスカレートするだけなので、無視しないっていう、要は相手をちゃんとするっていうのをやってください。で、これが永遠に続くとマジめんどくせえってなると思うんですけど、あの、 えっと、7歳の女の子なんですけど、そのうち、あの、あなたに構って欲しくなくなります。むしろ、あの、構わないで欲しいってあります。あの、年頃の女の子は、あの、どんどん離れて家族との距離をとって、あの、友達ができたり、彼氏ができたりで、結婚して、もう二度と会えないっていうことになるので、なので、あの、今のうちだけですよ、あの、構って欲しがってくれて、構うと喜ぶのは。 あの、いくら自分が構っても相手が喜ばないっていうのは、あと数年の上に訪れるので,なのであの、今のうちにあの、構って相手が喜ぶっていう、そういう親子関係を楽しむといいんじゃないかなと思います。えー、今働いている会社副市業で、来年から一部上場して株制度を導入するんですが、一口1000円で買いませんかと連絡ありました。株のことはいまいちわかりませんが、買った方が利口でしょうかご教授ください。えっと、あの、本当に上場するんだったら、多分得すると思うので買っといた方がいいんじゃないですか ただ、あの、すげえブラックな会社で、あの、単に金取られるだけで上場しないっていうパターンもあると思うので、あの、漢字証券会社どこですかって聞いて、その証券会社に確認用の電話をするぐらいはしてみるといいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、監督業、あ、提督業過去、隠れをしなくら言ています。かれこれ提督業も8年目になりました。運用素の強いゲームですが、それに負けない艦隊運用を試行錯誤するのが楽しくてずっと続けます。ひろゆきは長く続けてるゲームは取り組んってありますかえっと、僕は缶娘はもうやめちゃいましたね。あの、運用素が強い時点でも飽きちゃうんですよね。 結局その、あの、ガチでちゃんと頑張ったとしても最後は運だよねっていうのがあって、かん、ちゃんと作ったにもかかわらず20、20%の確率で失敗するとかになると僕はもう飽きちゃうんですよ。ただまあ、あの、それが楽しいっていう人もいるので、未だに観れは続いてると思うので、あのもうその、趣味の問題だと思うので、なので僕、そのクラロワっていうゲーム続けてるんですけど、運要素ほぼないんですよね。 え、ちょ、その、マッチングの組み合わせはあるんですけど、基本的にはその、あの、自分のデッキの組み方悪いよねっていうだけで、あの、ちゃんとデッキ組めば、あの、その、まあ、あの、レベル差が異常にあれば別にして、絶対勝てないが起こり得ないので、なので運要素が少ないゲームとか僕は好きです。はい。 えー、23歳新卒国立言語教育専攻男です。将来のことを考えると何か日本嫌だなと思い、学生の時にベトナムにインターンしました、えー。そのつてで現在は新卒でベトナムのクソ田舎の教育関で働いてます。刺激不足なので何か面白いことをしたいです。エルゆさんが今23歳でベトナムには何をしますか秘書2級、墓器3級、危険物処理オツ4とアドビ製品が使える PC 持ってますが、どれもあまり活用できてません。 えっと、日本から何回輸入するか、ベトナムから何か輸出しますね。結局その、あの、他の人ができないポジションではあると思うので、要は日本の市場がちゃんと分かっているので、友達に頼んで日本のものを仕入れるだったりとか。あの、日本の駄菓子を箱詰めしてフランスに売ってる日本在住のフランス人の人とかいるんですよねで。結構儲けてるらしくて。っていう感じがあって、その要は駄菓子なんてそんな、あの、買わないでしょって思っても、調べてみるとオンラインで結構買う人いたりするんですよ。 っていうのもあったりするのでなので、なんかあの日本のものをベトナムで売るだったり。あとベトナムの日本で売るみたいな。そのオンラインでお客さん見つけるっていうのは趣味でやってみるといいんじゃないかなと思います。年収400万頭を超える。26歳です。大好きだけど、正社員歴なしの35歳パート男性と嫌いじゃないけど、大手企業勤めの代わりどちらと結婚すべきですか？好きな気持ちを優先させたいけど、覚悟を持てません。えっとあの好きじゃない人と付き合ってもなかなか厳しくなると思いますよ。 あの、要は、そんなに好きじゃない人だと、この人嫌いだよねっていうのが分かってる状態で、その大企業勤めの彼が大企業を辞めたときに、多分結婚生活を続ける理由はなくなるんですよね。 で、その、大企業って、例えばじゃあ、シャープっていう会社ってちょっと前まで大企業だったんですけど、あの、ま、いきなりその、潰れて台湾に買われたりとか、で、今、東芝っていう会社大企業なんですけど、多分10年以内に、あの、大変なことになると思うんですよね。あの、大規模リストラとか。っていうのもあるので、なんか大企業だから経済的に安全っていうのがあまり保証されてない時代なので、なので、好きかどうかで決めた方がいいと思いますよ。あの、クソ野郎だけど好きっていうのであれば、あの、多分どうなっても変わんないですよね。 要は、その、そういう人が、じゃあ、成功して金儲けたら、お、もっとすげえってなるし、最初から癖野郎で金儲けてないってわかるので、別にあの、癖野郎で金儲けてなかったとしても、まあ、こんなもんだよねっていうので、納得がしやすいっていう、えー。私は友達に2年おごりました、えー。なぜおごられないか聞いたら、打算的損得感情など言われました。 え、半年前に友達がおごるようになり、4ヶ月後おごるのも減ったので、私は友達になぜおごらないのかを乗せたら、友達と言い争いになり、その後友達は商品を売ってたので、私はちょうだいと言ったら無理と言われました。え、前から私が友達におごる理由を岡田敏夫僕たちの洗脳社会農家の話を交えて説明しました。今はおごってません。え、どうすれば友達がおごりますかなぜ私だったらけおごられないと思いますかえっと、あの、おごりたくないと友達が思っているというだけで、別にあの、それを他人に聞いてもしょうがないと。 要、ね、はその僕赤の他人じゃないですか。で怒りたいと思う人は怒るだろうし思わない人は怒らないというだけでじゃあなぜ怒らないのかっていうと怒る価値がないと思われてるっていうのが事実だと思うんですよね。 あの、要はその、小学生とか、小学生っですかな、ね、じゃあじゃあ、えっ、ー、と、大学生ぐらいと飲みに行きますってなると、まああの、e、いと C の側がおごるは当たり前になると思うんですよね。で、多分その、スパーチャーで2400円ぐらい払えてると思うんで、それなりの大人だと思うんですけど、そうするとその、経済的にあんまり儲かってない人に対して、経済的に儲かってる方がおごるみたいなのが、ま当然だよね、みたいなのがあると思うんですけど、僕でもそれでも基本おごらないんですよね。 なので、なんかじゃあ、20代ぐらいの人とかが、なんかじゃあ、ひろゆきさんと飲みに行きたいですっ言ったら、ごちそうさまですって言っおごってもらう気満々で行くので。なので、あの、基本的にはおごりませんっていう人もいれば、ただじゃあ、その人が、そのなんか生活保護ですとかで、本当にお金がないとかだったら、じゃあ僕が出すかもしれないし、っていうのもあるので、そのおごるラインっていうのが、その割と人によって違うっていう話だと思うんですけど、 えっと、俺は女にも後輩にもおごらないよ。まあ、あの、なんだろう、ね、女にもっていう、そのなんか、あの、男は当然おごらないという意味なのかなはい。<laughs> 人の金で食う飯はうまい。そうなんですよね。人の金で食う飯ってうまいんですよね。 えー、いわゆる大企業に勤める39歳です。年功序列終身雇用がまだまだ強い製造業、隣の席の何もできないおじさんのボーナスは200万だったりという理不尽に耐えきれず、企業変革の役割を得て活動してますが、まだまだ時間がありそうです。子供が4人より時間との戦いでもあります。転職後半もたくさんあり,ありますし、諦めるタイミングがわかりません。どんなことをタイミングとして適切にしてよいのかあれば教えてください。えっと、今すぐ転職した方がいいと思います。 要はその、何にもできない人が200万円ボーナスもらってるっていう状況を変えるのであれば、多分出世して役員のレベルにならなきゃいけないと思うんですけど、ただ何にもしてない人が出世しやすくて、実力のある人っていうのが要はボーナスもらってないってことは、会社に評価されてないってことなんですよね。なので、実力を評価しない会社に居続けたとしても、残念ながら、ま、いつかそのなんか50とか60になったら、そのいいとこまで行けるかもしれないんですけど、遠回りになるだけなので、で自分の人生の時間って限られてるのと、 あと、ま、50で転職しようとするとかなりきついので、なので40前で若いうちに転職した方が、また他の会社から中堅どころから入って、それなりに登る可能性があるので、早ければ早いほど転職はいいんじゃないかなと思います。で、転職活動してみて、あの、いいなんかオファーがないんだったら今の企業を位置づければいいと思いますし、で、いいフォアがあったらさっさと逃げるっていうので、いいんじゃないかなと思いますけど。 えー、こんばんは、地方公民の残業について質問です。時間外の事業の運営に残業手当を出した方が良いサービスを提供できると思うんですが、ひろきさんサービス残業についてどう思いますか違法行為だと思ってます。<laughs> えっと、なんだろうな、その、サービス残業という呼び方が良くないと思うんですよね。あの、働かせて金を払わないというのは違法行為なんで、その、あの、例えば援助交際って、あの、単なる売春なんですよね。あと、万引きっていうのも盗難じゃないですか。 で、なんかサービス残業もその残業代を払わないっていう違法行為なんで、なんかその違法行為をオブラートに包んだ名前を付けることによって、なんか悪くねんじゃねっていうふうに思わせるっていうのを、割とその日本の人たちやりがちなんですけど、あれ何なの <laughs> あの、違法行為は違法行為っていうので、別にあの、なんか手加減する必要ないと思うんですけど、なんでその、なんかサービス残業とか援助交際とかその違法行為をオブラートを包んで悪くないことのように表現しようとするんですかね。なので、基本的には僕サービス残業をやらせるべきではないと思ってますけど、はい。なので、なんだろうね、サービス残業をやってる結果、 この会社うまくいってるよねっていう会社は存在するんですよ。要はその人件費を削った方が、あの、要は人件費をちゃんと払ってる会社よりも、あの、利益が残ったりするので。なので、その、なんか違法行為をすると、例えばじゃあ麻薬売ったら儲かるよね、みたいな感じで、なんかその違法行為をやったら儲かるよねは至極当たり前なんですよ。でもなんか、あの、皆さん合法の範囲内で競争しましょうってことになってるわけじゃないですか。 <laughs> だからその、じゃあ儲かるからっていうので、その中の、じゃあその売春行為とかしたら、それは儲かりますよと。でもそれ違法だからやらないよねっていうので、なんかその違法行為をしないというルールの中で僕は戦ってるつもりなんですけど、なぜかサービス残業という名前で、 給料を払わないということだけ、OK っていう、なんか、いやいやいや、それ違法行為じゃないの。なんで僕は、その違法行為をやる人たちと同じところで働くと戦わなきゃいけないのっていうのが、なんか謎なんですけど、割と日本はそれ許されちゃうんですよね。不思議だなと思ってます。でもそれはな、なんかね、社会的に許されてるっていうね、社会の皆さんの動員もあるのかなと思うので、はい。 えー、経済政策は分配中心ですが短期的なものにしか見えません。えー、100あるパンを少しシェアして130ぐらいにして中へ分けても内需にわずかに短期的に減微小に増加して長期的にどうなるか全く見えません。えー、日本は内需中心なので自国の中だけで売ればいいのか。10万円給付、コロナ飲食店給付、消費税全く変化だし、えー。これは超短期的なケインズ経済学みたいですが、世界大公共のようでフルキャップが大幅だから政府支出を70兆だけ。なぜ短期的なディバンド、えー、ディバンドサイドばかりなんかサプライがないのかな。えっと、多分あの、 何をすると日本経済がうまく成長するかが分からないということなんですよね。で、あの、政治家がうまくいく産業が分からない当たり前なんですよ。だってビジネスマンじゃないし経営者じゃないから。で、官僚が分からないも当たり前なんですよ。だって経営者じゃないから。なので、なんかその官僚にその産業を作らせようってやると、あの、なんかクールジャパンみたいなやつで、なんかあの、そっから中にお金ばらまいだけど、 何にも増えませんでした、みたいなことになるので、なので基本的にはその政治家とか官僚に産業を作ることはできないっていうところをその政治家とかその、あの、公務員だったり官僚が理解すればいいんですけど、残念ながらその政治家と官僚って自分たち優秀だと思ってるので、自分たちだったら産業を作れると思い込んじゃってるんですよ。で、あの、投票する国民もバカなんで、あの、政治家と官僚がこういう産業を作りますって言ってるのを真に受けて信じるんですよ <laughs>。あの、お前らにはできねえよっていうのを、さっさとあの、現実を見ればわかると思うんですよね。 昔その半導体もなんか LP ダメモリーみたいなのやって失敗しましたとか、じゃあそのアナログハイビジョンみたいなのやって失敗しましたとか、ほんでじゃあ IT 企業とかっていうのも今その日本で全然遅れてますよねっていうのがあって、その基本的にはその産業ってその官僚とか政治家が出張ってきて大体失敗するんで、ただあの民間が自由にやれるようにした方がいいと思うんですけど、なんかあの、 堀江隆文こと堀江もを逮捕してみたりとか。で、あの、まあ、日産自動車っていうのが利益を出してきたら、その外国人経営者のゴーンさんというのを逮捕してみたりとか。っていうので、あのこ足を引っ張りまくったりするので。なので、その、経済政策っていうのを、せまあ、経済政策っていう、政治的なものっていう形で、経済を良くしようとすると、政治家と官僚が出張ってくるので、なので、経済政策を僕やるべきではないというか、やらない方がうまくいくんじゃないかなと思ってるんですよね。 いや、その、政治家が経済政策っていうのをやろうとすると、自分たちのお友達にお金を配ろうとするんですよ。例えば、あの、g o t トラベルみたいなので、じゃあその旅行代理店にお金を配るっていうのが、あれが、じゃあ日本中の観光業にお金を配られたのかっていうと、そうでもなくて、その、えっと、全国旅行協議会みたいなところに加入しているところに配られたりとか、あと GoToEat っていうのも、あれもその GoToEat って、すべてのレストランで使えるわけじゃなかったんですよね。 Go to eat が使えるところって、そのグルナビだったりとか、で、グルナビのあの会長がもともとその当時の菅首相にずっと献金をしていて、で、確か菅首相の事務所のあるビルの不動産のオーナーとかだったかなっていう感じで、その仲のいい企業に対してお金を配るっていうのをやろうとするんですよ、政治家は。 まあだってそうしないと自分の票だったり自分のその持者が増えないからね。なのでその経済政策っていうのを政治家だったり官僚がやる限り、基本的にはその政治家のそのなんか思惑通りのその自分たちのお友達に配って終わりっていうのになっちゃうので、なので経済政策という形で日本を良くするっていうのはもう難しいっていうのは僕は証明されてる気がするんですけどね。うん なので今回のあの10万円給付に関してもその5万円がクーポンっていうので、まあ前回も言いましたけど、その5万円のクーポンで払えるもの、買えるものは何ですかってなると、多分自民党と仲のいい団体が一生懸命うちの商品もクーポンで買えるようにしてくださいよっていう陳情をして、でそこでなんかあの署名とか送ったりとか、お金とか献金とかしたところが多分クーポンで買えるっていう商品になったりするので、なので、じゃあその日本の経済を良くするのにどういう企業が儲かった方がいいのかっていうのでいくと、 えっと、GMO とか桜インターネットにめちゃめちゃ金突っ込んで、AWS、その Amazon のサーバーサービスだったり、Google がやってる GCP っていう、あの、Google クラウドコンピューティングだったりみたいなものを作らせた方がいいと思うんですよね。 で、今だとそんなに研究開発のお金がないので、じゃあそのクラウドコーティングやろうってなっちゃうと、もうアマゾンとかグーグルとか、あのマイクロソフトのアズル買っちゃえってなっちゃうんですけど、でもそうじゃなくて日本の会社にその金突っ込んで、で、同じようなものを作ればできるんですよ。人力があれば。 その、誰も作ったことがない新しいものを作ろうとすると、本当に天才がいないと作れないんですけど、そもそも AWS だったり、アズルだったりってもう仕様が分かってるので、その仕様通りに動くものを金突っ込んで頑張って作ろうぜ、だったら可能なんですよ。ただそれがコストパフォーマンスの上でどうかっていうのはまた別の問題ありますよ。 じゃあその、グーグルとかだったら、じゃあその、あの、なんかアイスランドみたいな、あの、それ冷蔵のための費用が必要ないところにデータセンターをバンバン作ったりとかあったりするので、なので、あの、費用対効果であったらうまくいかないかもしれないですけど、ただ API レベルで同じような機能を提供するっていうソフトウェアに関していくと、金突っ込めば可能なんですよ。なので、そういうところに金突っ込んだ方が長期的には全然いいんじゃないかなと思うんですけど、あの、なんか、あの、えっと、Twitter でちょっと書いたんですけど、 あの、熊本にできる、あの、台湾の、あの、半導体の会社と、ソニーが合弁で作るところに、えっと、税金で4000億円くらい突っ込むらしいんですよね。で、そこで、なんでその4000億円作って工場を作るのっていうと、あの、最新ではないから、そんなに儲かんないと思って、その台湾の会社が作ろうとしてない、あの、半導体で、その、えっと、半導体って、その、 あの、線が細ければ細いほど、あの、小さい、少ない電力で大きな機能を発揮するので、その、間の線って短いものっていうのを一生懸命作るんですよ。で、今その5ナノミリプロセスって言われる、その配線が5ナノミリのものっていうのが、その台湾の、あの、TSMC、TSMC が作ってて、で、その、九州で作ろうとしてるやつって22ミリから28ミリっていう、何世代か前のやつなんですよね。 で、何世代か前のやつって、まあ、そのソニーが、あの、その、あの、えっと、CMOS って言われる、そのカメラに使ってる半導体だったりとか、あの、自動車が、あの,の、が使う半導体だったりっていうので使おうって言うなんですけど、それ別に国が4000億円払わなくて、ソニーとかトヨタが自分たちでやればいいんじゃねって僕は思うんですよ。なんでそれ国が作んなきゃいけないのっていう。 で、だからそこにじゃあお金突っ込んで、じゃあその時代遅れの型遅れの製品っていうのを一生懸命作って、じゃあそのソニーとかトヨタが一生懸命売りましたってなっても、あの残念ながらトヨタ自動車の車ってガソリン車を日本国内で作ってる限り、ヨーロッパでは売れなくなるんですよね。で、2035年以降アメリカでも売れなくなりますっていうのがあるので、じゃあその半導体が本当に重要だったら半導体工場を自分たちで作るべきなんですよ。 そのテスラっていう会社が、あの、今、トヨタよりも自価総額が多くて、電気自動車を作ってる会社なんですけど、じゃあバッテリーもともと作れなかったんで、パナソニックと提携してずっとバッテリー作っちゃったんですよね。で、もうパナソニックって今切られそうになってるんですよ。 要はその自分たちで電池作れなかったんですけど、ずっと投資して、あの研究して、もう自分たちでそれなりに電池作れるようになって、で最近だとまあ中国の工場と提携したりしてて、なのでパナソニックなんかなくてもいいっす。なぜなら俺たち自分たちで電池作れるからっていうところまで持ってったんですよ。なのでそのトヨタだったり、じゃあそのソニーだったりが半導体足りねえよねっていうんだったら自分たちで作れるレベルに持ってくっていうのだったら僕ありだと思うんですよ。 なんでその研究開発に金突っ込みますだったらあれなんですけど、残念ながらその台湾の工場の合弁会社に4000億円突っ込むっていう形で、で、それも型落ち品の工場に4000億円突っ込むので、その最新のものの研究開発に使われるわけがないんですよね。だって最新のものじゃなくて、型落ち品を作るための工場なんだもん。 で、その台湾の会社は、その最新の技術を日本のか会社には当然開示しないわけですよ。そう、22ミリとか28ミリっていう片遅れのやつの作り方だけ教えて、こうやったら作れるよ頑張ってねで、4 0保険のうちに何千億円かもらってるけど、じゃあねーっていうだけの話なんで。で、台湾の会社も別に乗り気じゃないんですよ。あの、超儲かるから日本から金もらってやりたいぜって話かというと、そうでもないっていうのがあって、なので、なんかそこに要請保険突っ込む必要があんのとは僕は思うんですけど、まあ、これが日本の政策、あの、経済政策ってやつですね。はい。

えー、試食会での水死体、金銀、ベタ乗り、えー、寿司等、未だ説明がなく、えー、クロスサム森田さんに一子が降りかかり、家中でのラーメン動画で、なぜか鈴るさんだけ謝罪しています。えー、自ら裏に隠れ、宮迫さん、ヒカルさんのお金す、げでょうやる点で有能かもしれませんが、人としては最低で、会社のトップとして謝罪説明責任を果たさない点で、経営者として無能だと感じましたが、会社は潰れないのでしょうか。えっと、会社潰れないと思います。 あの、多分宮迫さんが俺が悪いんや、俺が、えっ、ー、と、若林を指名したんだから、若林さんが苦労するところは、俺が全部カバーしてるやる、やるぜっていう男気を発揮すると思うので、多分宮迫さんがそこのフォローをするっていう形は変わらないんじゃないかなと思います。えー、メンタリスト大工さん、すぐにやります。ありがとうございます。ありがとうございます。審査員お願いします。すいません、あの、僕、あの、t e f a のコスプレに全く興味がないんで、多分あの、面白い人を選んじゃうと思うんですよね。 あの、おっさんがティーファですって言って出てきたら多分僕おっさんに10点あげちゃうと思うんですよ。 いや、そのなんか、あの、そこそこのなんかあの、自分のこと可愛いと思ってる中途半端な人がコスプレしてきて、なんかくねくねしてティファですとかっていうの僕何の興味もないんで、むしろなんか胸毛のあるおっさんがティファですって言ってみんな引いてるみたいなところを僕は大好きになれたようなので、多分あの、d a さんの選ぶその,その、その絡みたい相手と僕が面白いと思うティファは多分違うと思うんですよ。なので審査員にすると微妙なことになるんじゃないかなと思います。はい。 えっと、先ほど、氷河期世代の指定雇用で読んだ時ありがとうございました。書き方が悪くて申し訳ありません。えっ、ー、と、コネ入植の主婦が、PC スキルは印刷、括弧プリントとタトタト、たとたとしいタイピング入力のみです。えー、私の PC スキルは MOS と Adobe 系ソフトと、高閲構成で、あ、そういうことで、印刷系ってことですね。はいはい。すいません。あの、えっ、ー、と、パソコンのことは頭に入ってるんですが、僕はどうしても苦手です。ものですいません。 であればもう普通に転職活動すればいいと思うんですけど、モスができて、今まで出版系の仕事できてるのであれば、こういう経歴ですっていうので。 あの、なんか、あの、スーパーのチラシ作れますよ、みたいな感じで、あの、普通に小売系に手出してみればいいんじゃないかなと思います。あの、出版系って結構今、人で減らしてたりするんですけど、ただ、あの、直接入稿できる人がいたら便利だよねっていう小売店、あの、その、ドンキホーテみたいなとこも全然あると思うので、なので、あの、売系に入って、そこら辺の、あの、広報業務できます、みたいな形でアピールするといいんじゃないかなと思います。モスができるっていうだけですげえっていう会社いっぱいあるんだよ。あの、マイクロソフトオフィスなんとか検定みたいなやつですね。 というわけですいませんそろそろ思いますえー、こんばんは19歳大学生です半年ほど前から抜け毛が増えたなと感じますえー、私の手話としっかさの側もツルツルなので私が3代目になるのではないかと思い怖いですできれば剥げたくないです何か抜け毛を減らせる方法などありますか えっとですね、あの、どこの大学か忘れたんですけど、大学の先生でずっと研究してる人が、あの、どうやったら抜け毛が減らせるのかっていうので、えっと、食べ物を変えたりとか、睡眠時間を変えたりとか、あの、いろんなことがあるんですけど、結局、あの、長年研究した末の成果としては、剥げる人は剥げます。剥げない人は剥げません。<laughs> で、一応なんかね、あの、剥げなくてもいい人で剥げちゃった人が対処する方法は増えてるっぽいんですよ。 なんか、ミノキシジルとか、要は、剥げなくてもいいタイプの人が、ストレスとかで剥げてる場合であれば、ストレスを減らして、そのなんかミノキシジルとかで一生懸命やることで、あの、剥げないでなんとかなるタイプもいるんですけど、剥げる人は何やっても剥げるらしいですよ。なので、あの、いかに覚悟を決めるかだと思います。ちなみに僕の父親剥げてるんですけど、なので、あの、うちの父親が20代のうちに剥げてて、 なので、もう僕は、あの、ハゲるだろうなっていう覚悟を決めたままずっと暮らしてるんですけど、なんかあの、45になったんですけど、未だに髪の毛があるので、なんかあの、母方の遺伝の強さのおかげで、なんとかハゲ踏みともなまれたんで、うち,にち、うあの、父方みんなハゲてるんですけど、母方はハゲてないんですよ。なので、あの、2分の1の確率だったんですけど、覚醒遺伝でおじいちゃんの来ると、あの、結構あの、両方ハゲてたんで、 なのであのやばいかなと思ったんですけどなんとか逃げ切ったんで、はい、よかったですはいえー、先ほどまで彼女と1年半経って幸せだったものですひろゆ,ゆきさんの言うとおりにお金をばらまいたら別れを告げられましたどうしてくれるんですかまあ、でもあの不幸せになった人の方があの周りに のようの不幸な人の気持ちがわかるので、不幸な人の気持ちがわかる人の方が人の気持ちがわかるということで結果として、なんか優しい人だよねっていう印象ができて、で、周りでまた新たな出会いが生まれるかもしれないので、あの、人の不幸、不幸せだったり、人の心の痛みがわかる人ということで、優しくなれたということで、良かったんじゃないかなと思います。はい。 あの、僕みたいな人って、その、乙武さんの悪口を言って笑うみたいなことをやって、こう他人の痛みがわからないサイコパスとしての、こう、どんどん人としての評価を下げていくっていうのがあるので、そうならなかったのは良かったんじゃないかなと思います。えー、コロナ感染してます。検索を3日ぐらいか即日です。えー、発熱外来いっぱいみたいです。あ、帰宅も結構やばいですね。 子供の前で殴り合いの喧嘩をする子供への影響は、ひろきさんどんなものかと思いますかえっと、大人は殴り合いをしていいんだ。ね、殴り合いで勝ったやつが偉いんだって感覚になっちゃうので、なるべく子供の前では殴り合いをしない方がいいんじゃないかなと思います。えー、水保銀行のシステム障害の原因は、言うべきことを言わない企業風土、言われたことしかやらない企業文化というのをよく耳にします。日本社会自体こんなもんではと思いますが、どう思われますか大体いいそのもんですよ。 また、ひろゆきさんが水造銀行の経営陣だとしたらどのように対策されますか企業風土を利用にしている時点で解決できないと抗言しているように思います。えっと、すべての権限、システムに関する権限を自分に預けてください。それができないんだったら無理ですっていうので、あの、経営会議で提案しますね。で、賛成反対で、要は権限をどこかに集中するっていうのを反対した人はこの人ですっていうのが記録に残るようにして、株主総会でもそれが見えるようにしますね。 その、水保金庫としては今まで失敗しましたと。なので、システムの権限というのを誰か一人に完全に委託して、その人に預けるっていうのをしない限りは、そのなんかバランスを取ったりとか、なんかあの、そのいろんな会社に対して長寿をやらせようとして、今まで通り失敗を繰り返すので、でも誰か一人にもう独断を与えないと無理だよね。 で、それに反対した人はこの人です。なので、この人を取締役にしている限りは同じことを繰り返しますけど、株主の皆さんそれでもいいんですねっていうので、株主総会にかけるっていう形で、そのダメな取締役というのを外すっていう、そういう形だって僕はやるんじゃないかなと思います。 えー、ニュニマーサルベーシックインカムについてどう思いますか成田さんの若者独立トーをこう作る話とか、群馬帝国を元気にするとか、えー、最近のろゆきさんの会話と地続きなどかなんと感じました。えー、またジャック同士についてどう思いますか ?Twitter の創業者とベーシックインカムがなぜ繋がるのかわかんないですけど、えっ、ー、とまあ、その若い人たちにお金配らないと子供生まれないよねっていうのがあるので、なのでベーシックインカムという形で若い人にお金を配った方がいいよねっていうのと、あとまあ、もう日本と場合って高齢者が多数派なので、 あの、高齢者ベースでしか国はもう動けないですよね。ただ、地方自治体であれば、その高齢者の少なくて若者の多い自治体とか、じゃあこの自治体面白いからじゃあ俺たち行こうぜっていうので、若者が集まる自治体みたいなのを作ることは可能なので、自治体って引っ越せば移動できるじゃないですか。でもあの、国はもう日本で生まれた以上は、あの、移動のようもなくて、日本国内だと高齢者票をいかに集めるかで、ね、政治は決まっちゃうので、 なので、もし日本がうまくいくっていうののやり方があるとすると、地方自治体レベルで、あ、こうやって若者向けの政策をやると少子化対策になって、若い人たちが元気に活動して子供も生まれて、若い人が頑張ると、こうやって企業が利益を出して売上が上がって税収が増えるんだっていうのを証明することになって、で、その結果じゃあ、あの地方自治体真似した方がいいよねっていうので、他の地域も若者優遇をして、企業がちゃんと利益を上げれるようにして税収が増えるっていう。 形にするっていうのがあるので、地方自治体がうまくやるんだったら、まだ日本がうまくいくっていう可能性はあると思うんですけど、それができないとすると、もう日本は完全に積んじゃってるんじゃないかなと思います。というわけで、あと2分で終わります。えー、船を買います。僕の船に素敵な名前を付けてください。沈没船っていう名前付けます。なんかほら、沈没した時も、そんな名前だからしょうがないよねって納得できるじゃないですか。えー、っと、えー、っと、これか。 えと22歳、総うつ病専門中退高卒どもです。東京通信大学に1回目のってます。まだできてあまり経ってない通信制大学ですが、どう思いますか知りません <laughs>、えー、目的は学士取得、えー、病気があるのでスクールに出して卒業、福祉の知識を得たいからです。別にあの知らないですけど、別に大卒だったらどこでもいいので大卒すればいいんじゃないですかあの結局、大学卒でやるっていうのが大事なんですよ。 あの、なんか、その就職の条件で四大卒って書いてるのって、別にそれが何々大学があるであ、その聞いたことがある名前の大学かどうかってあんま書けなくて、大卒であるかどうかが重要なんですよね。でまあ,あの、聞いたことある名前で慶応大学とかの方が、プラスアルファにはなるんですけど、ただ書類を超える上では、あの、大卒であるっていうことが大事なだけなので、なので、聞いたことない大学でも別にあの、通信でどこでもいいんで、大学行ってください。 えー、島根帝国のおっさんです。とりあえず都内のエンジニア職で稼いで地元島根にちょいちょいキープするくらいの活動が良いのでしょうか。島根帝国の名案が思いついたら適当に発言をお願いします。はい、了解です。ああ、でも地方の復活はなかなか難しいとは思うんですけどね。なので、えっ、ー、と、まあ、今度その鳥取大学、鳥取医科大学の先生とお話をする機会、今度っていうか、まあ前回あのなんか話したことあるんですけど、今度もあるんですけど、 まあ多分そのあの国立大学みたいなところでうまくやることで若者を集めるみたいなのありなんじゃないかなと思うんで、その何らかしらのその政府予算だったり特殊なポイントっていうのがないとなかなか難しいんじゃないかなと思いますけど。 えと、出版社で漫画雑誌の編集長をしているのですが、一部の漫画家様のメンヘラぐらいがひどく困ってます。えー、休日夜間に LINE レントを返さなければ泣きながら電話。怒り狂い叫びながら罵倒する作家様もいます。取引先は普通の作家から信頼を得ている優秀な部下ですが、一部の作家によるメンタルを壊す人が増えています。上司としたらどうケアをしたらいいでしょうかスタッフを増やし,してください。というか、あの、メンヘラの漫画家が多いのは現実です。で、今後も多分増えます。 で、あの、メンヘラじゃない作家と組めた方がいいよねっていう理想はあるんですけど、それはできないもので割り切ってください。なので、あとは優秀な部下の負担をどれくらい減らすかっていうので、あの、もう、その優秀な部下の負担を減らすためにスタッフを増やしてください。 で、その優秀な部下の、なんかあの、メーヘラだけど、そんなに使えねえなっていう作家がいるんだったら、他のそのスタッフに割り当てるようにして、優秀な部下の負担をなるべく減らすっていうので、その、ひたすらの、多数の部下を使うことで、一人当たりの負担を減らすっていう、減らすっていう、そういうもう、あの、物量作戦でやった方が結果としては動きと思います。なんですけども、メーヘラに対応すると、必ずメーヘラって、あの、ある程度感染しちゃうんですよ。 なので、その優秀な部下の人の感染を減らすためには、メーヘラの人とあのそのそ対応する時間をどれくらい物理的に減らすかなので、スタッフが減れ減れ増えれば、そこら辺のそのメーヘラとあの対応する物理的な時間を減るので、なので物量作戦でやる方がいいんじゃないかなと思います。これで終わりにします。 え、先月、独立について質問させていただいた20代首都圏大手鉄道会社で保全業務をしているものです。先月は年収ガンガンがって幸せですって状況ではないけど、クリッパグれないから独立しなくてもいいんじゃないと書いておいたんでましたが、えー、私は年収ガンガンがって幸せになりたいです。副業から始めようと思っていますが、先ほど質問にあった通り、切り抜けはお勧めすでしょうか資格や技術士、募金に興味あり、プログラミア、データサイエンスに興味があります。であれば、切り抜きやってちゃんとあの、データ管理やってみてください。 あの、データサイエンスに興味があるのであれば、YouTube って、あの、アナリティクスですげえ細かいデータ見れるんですよ。そう、何時ぐらいに上げた動画でこれぐらい再生数とか、視聴時間どれぐらいとか、男女比とかっていうのがわかるので、なのでそういう YouTube のデータを見ながらデータをいじるっていう癖をつけると、割と YouTube 自体も伸びるし、データサイエンスに興味があるのであれば、データをいじって仕事をするっていう方向にも行くと思うので、なので YouTube でやるといいんじゃないかなと思います。というわけでバタバタしましたが、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。 えと、まあ、まだあの、さまあ、もう三時か。日本だと三時なので、あの、皆さんさっさと寝て、明日の仕事に備えるといいんじゃないかなと思います。で、あの、無職の人とか、ニートの人とか、子供やおじさんとか、子供やおばさんとか、働いてない人いっぱいいると思うんですけど、あの、働いている人の生活習慣をまず真似することで、あの、就職しやすくなるので、要はその、 なんか、夜ずっと起きて朝寝ますみたいな生活をしてると、あの、就職しようと思っても、いや、朝起きるの大変じゃんってなるので、あの、無職の人はまず、あの、社会人の生活習慣になれるっていう意味でも、あ、明日土曜日なんだすいませんた <laughs> だあの、僕は、あの、その、無職っぷりというか、あの、社会人不適合病りを今発揮しちゃったんですけど、あの、僕、あの、いつの日しかあんま分かってないんですよね。あんまちゃんと働いてないんです、すいません、あの、明日休みなんですね。申し訳ないです。はい。 <laughs> あの、いつが休日で、いつか平日かわからないっていう、あの、ニートっぷりをもろに今、あの、あの見せちゃったんですけど、あの、皆さんお休みなんでね、あの、楽しい休日を過ごしてください。すいません。明日仕事の人は頑張ってあげてください。あ、3連休なのあ、今日も休みなの あ、ほんとすいません。あの、世間の流れと僕は、あんま適合してなくて、はい。申し訳ないです。はい。あのね、あの、その、この宮本さんの子供の屋さんとかね、侮辱しといて、あの、自分がもっと分かってなかったっていうね、すげえ恥ずかしい状況になってますけど、はい。皆さん、あの、3連休楽しんでください。お疲れ様でした。はい。失礼します。